どうも、山田清です。おはようございます。ということですね、今日は徳島県の神山町というところに来ております。というところっていう他人行儀な言い方もあれなんですけどね、お南さんという大好きなおじ様がいて、神山には何度もお邪魔しているんですけれども、今回は神山丸ごと高専というところでお話しさせてもらえるということでやってきたんですよ。で僕多分前回ぐらいにですね、前回ちょっとコロナの前ですよ、コロナの前にお邪魔した際はこれからここに宿を作るんだって言ってたっていう、そういう場所があって、でそれが今ここの上にあるやつです。これがそう で今回ここに泊まらせてもらったんですよ。この手前すごいですよね、この石垣で。これ石垣はどうもこの神山は石が有名で、で結構いろんなところにもともと石垣があったと、まあ、ところがそれがコンクリートになったらいろいろで石垣少なくなっちゃったんだけれども、今またですね石垣をこう復活させてるそうなんです。なのでここにある石垣がちょっとねベージュがかってますよね、これが。でこっちにあるやつは、青っぽいですよね。でこれがまあ本来の形なんですけど、つい数瞬間前にここも石垣直したらしいんですね。こっちにもあります。ここもちょっとですねベージュがかってますけれども、こういうところっていうのは最近直したものっていうことで、今ここの川沿いの石垣をですねどん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 直していってるということらしいんですね。それでこの風景が出来上がってるわけですから、これ実はこれ僕の前の下の方もずっと石垣が並んでいて、で川です、川があります。だからさっきの宿っていうのは全部の部屋がですね大きなガラス張りになっていて、でどの部屋からも全部川が見えちゃう。昨日は僕は夜に着いたので真っ暗で全然見えなくてですね、朝起きてパッて窓の外を見たら焦点が合わないって、えーってこんなに遠くというかな、奥深い感じの川があるんだということで、ちょっとびっくりして起きて、で今ちょっと撮りに来たというところですね。すごいところに泊めてもらいました。で今日はこの後神山を案内していただくということなので、ちょっといろんなところ拝見したいなと、久しぶりのところも多分あると思うので、ね、久しぶりのところは拝見したいなというふうに思います。久しぶりにやってきた神山で寄居座ですね。寄居座はちょっと今日は入れないらしいんですけど、寄居座にやってまいりました。寄居座にやってまいりましたってことは、くるっと振り返ると縁側オフィスがありますね。縁側っすね、本当にね。ここは普通のいわゆる民家なんですよね。こういう民家があるだけど、縁側ドーンって出すっていうリノベをやりました。それから周り全部ガラスっていうね、オフィスですねを作りましたね。これもなかなかすごいことやったなっていう気がしますが、サテライトオフィス第1号かな、第1号じゃなかったかと思いますけど、まあ、元々は本当に人がなかなか近寄りがたいぐらいの廃屋だったそうですけどね、ここは。それをバスアーキテクツ、バスっていう、人たちがまあここへやってきて設計して、で、こういうものに変えると。プラットイーズさんってい こう映像制作とか、番組のなんか番組表みたいなやつとかそういうのを作っていく、だからデジタルで仕事する人たちなので、まあ、東京でなくてもできる仕事っていうのはあるぞと。それから光ファイバーなのでこっちで編集したりとか動画作ったりしても東京に送りやすいっていうようなこともあって、神山はね、まあ、早いうちから、高速インターネットができてたっていうのが、まあ、大きかったと思いますけれども、まあ、そういうことの拠点として作られた場所で、でこの建物の横には蔵があるわけですけれども、この蔵の中に確かデータ入ってたんじゃないかな、なんかハードのデータが入ってるから蔵だとかなんか言った説明を受けた覚えがあります。この蔵の反対側はですね、もう思い切って壁取っちゃってこう、ガラス張りになってるんですね。あ、見に行けるかな、ちょっと見てみますか。データセンターになってたと思います。今は使い方変えたかもしれませんが、それからもう一個の建物、これちょっと新しい建物なんですけど、これは新しく建てていたと思いますね。何だったかな、こっちが火事があったとか、はい、ギリギリ見えるかもしれませんが、ガラスになっていて、あ、プラットイーズってありますね、非常用電源車って書いてありますけれども、この会社ですね。
久しぶりに来ました。もう今はだから2024年ですから、僕20101年の震災の直後ぐらいかな、12年、多分10年ちょっと前ぐらいじゃないかと思いますね。大南さんというこの、神山の仕掛け人の素敵なおじさまにいろいろ案内していただき、ここはなこうなっとんじゃみたいなのをいろいろで、これからここは建てるんじゃみたいなこととかね、いろいろ聞きましたね。で、昨日泊めていただいたウィークっていうのもこれから建つんだみたいな感じだったと思いますね。そういう時に来てもう12年ぶりぐらいなんじゃないかと思いますけどね。そうで、オフィスの中も確か案内していただきました。なんかモニターがすごいブラーッと並んでてですね、各局のテレビがあって、本当テレビ局ですかっていうような感じになってたのが印象的でしたね。そんな場所でアーティストインレジデンスを、神山がやっている時の拠点がここの寄居座っていうもので、だからやっぱこの敷地、このエリアっていうのはやっぱり神山のなんか活動の一つの拠点だなという印象がありますね。神山だからもう20年ぐらいいろんなことやられてるんだと思いますが、この20年の歴史のようなものも何冊か本にまとまってますね。篠原さんとおっしゃったかな、2冊ぐらい神山の本を書かれてますけれども、そうね、その辺もちょっと概要欄に載せといた方がいいかもしれませんね。結構神山の歴史は細かくやっぱり読み込んでおいた方が参考にしやすい気がします。どういう状況でどんな人がで、ね、うまくいったこととうまくいかなかったこととかも書いてあるんですよ、そういう本の中に。で、2冊目というか最近出た本も神山の丸ごと構成の話とかも入ってるんですけど、うまくいったことうまくいかなかったこととかもずっと書いてあって、その篠原さんというライターの方なのかな、なんか外部から見てるから自分から語ってるんじゃなくて外から取材しながら整理してるので、結構客観的に見てるなという印象で、あの2冊の方はすごく参考になりましたね、というようなことです。で、これはですね、神山のいわゆる商店街ですね、町の商店街に面していまして、なのでここがまさに神山商店街ですね。商店街、こっち側も商店街、今そこに周、さんとかがみんな説明を聞いて歩いておりますが、こんな場所です。またちょっといろいろ歩いてみようかなと思います。井戸があります。この井戸はこれはもうじゃかなり前に積まれたものですか。そうですね、多分おじいちゃん100年前のでもなんか上手な感じしますよ。石積みの井戸、石積みの人が来てもやっぱみんな見てどうやって積んだんだろう、会話してます。